ルイス・ウェインは猫を対象とした作品で知られる、イギリスの画家、イラストレーター。晩年には、統合失調症を患い、作品中にその痕跡をたどることができる。ルイス・ウェインは1860年8月5日に、ロンドンのクラーケンウェルにおいて生まれた。6人兄弟の長兄であり、彼以外の5人は皆女の子であった。彼女らは南婚のママ共に生活し、生涯を終えた。 ウェインが13歳の時に妹の一人が精神病を患い療養所へと送られている。ウェインは学校を抜け出し、ロンドンを歩き回ることが多かった。後にウエストロンドン美術学校を卒業し、短期間であるが教師として働いている。20歳の時に父が死去し、彼が母と妹の生活費を稼がなくてはならなくなった。初期の作品ウェインの作品の特徴である。 擬人化された猫の絵。ルイスは給与の安い教師の職を辞め、フリーの画家となることにした。イラストレーテッド・スポーティング・ド・ドラマティック・ニュースや、イラストレーテッド・ロンドン・ニュースをはじめとする雑誌の挿絵として、動物画や風景画を描き賃金を受け取った。1880年代を通してウェインは、英国の家屋、敷地の詳細な絵や、家畜の絵などを描いている。ある時点においては、 犬の肖像画を描いて生活していこうとも考えていた。23歳になったウェインは妹の家庭教師であったエミリー・リチャードソンと結婚した。彼女はアウェインよりも10歳年長だったが、これは当時のイギリスではやや問題視されることである。二人は北ロンドンのハムステッドで生活を始めたが、エミリーは癌に侵され結婚の3年後に死去してしまった。 病に苦しむエミリーは、ピーターという飼い猫を可愛がっており、妻の余興にしようと考えたウェインはピーターにメガネをつけさせ読書をしているかのようなポーズを取らせたりしていた。後にウェインはこの猫について、私の画家としての想像の源であり、後の仕事を決定づけたと語っている。この頃のウェインの作品の多くはピーターをモデルとしている。 1886年に擬人化された猫を描いた彼の作品がイラストレーテッドロンドンニュースに掲載された。猫たちのクリスマスと題された。この作品には150もの猫が描かれており、お辞儀をする猫、ゲームをする猫、他の猫の前で演説をする猫の姿を描写している。猫はみんな4つ足で服も着ておらず、後の時代のウェインの作品を特徴づける。 人間らしさは見られない。さらに時間が経過すると、ウェインの描く猫たちは、後ろ足で立って歩き、大口を開けて笑い、豊かな表情を有して、当時の流行の服装を着こなすようになった。楽器を演奏する猫、紅茶を飲む猫、トランプを楽しむ猫のほか釣り、喫煙、オペラ鑑賞と人間のすることは、皆言っている。このような動物の擬人化は、 ビクトリア朝における流行であり、当時のグリーティングカードやギガにしばしば用いられた。ウェインやジョン・テニエルの作品は、その代表例である。ウェインは多作な画家として知られており、以後30年間で残した作品は数百にも上ると、見られる。彼は百余りの自動車の差し絵を執筆し、新聞、専門誌、雑誌と、様々な場所で作品が掲載された。 1901年から1915年には、ルイス・ウェイン年間なる書籍が発売されている。作品においては、時代の流行に追いすがろうとする人間社会に対する風刺や皮肉も散りばめられている。ウェインは、レストランなどにスケッチブックを持ち込み、その場にいる人々を猫に置き換えて、できるだけ人間臭さを残したまま描く。こうすることで対象の二面性を得ることができ。 ユーモラスな最高の作品になるんだと述べている。背景に抽象的な幾何学模様の描かれた作品。この時期のウェインは同様の絵を多く残している。このような作品は彼の統合失調症の悪化を反映していると指摘する者が多いが、単に母が編んだ手作りの織物を描いた壁紙を背景にした猫に過ぎないとする者も,もいる。王立ベスレム病院における作品の一つ。 入院中に描かれた作品の多くは、これとは異なり角に抽象化されている。ウェインは動物に関係したチャリティー活動へも参加している。口の利けない、我が友連盟協議会猫保護協会反省隊、解剖協会などである。全国猫クラブにおいては、議長として活躍していた。猫への軽蔑感を取り除く手助けができると感じていた。 作品の人気の高さにもかかわらず、ウェインは常に金銭に困っていた。母と妹たちの生活費を稼ぎ出さなくてはならず、熱心に働いたが、経済的な感覚に乏しいことが、あだとなった。気象は穏やかで、騙されやすく、作品を安く買いたたかれ、権利関係は、取引相手に任せっきりで、割の悪い契約を押し付けられることもあった。 1907年のニューヨークへの旅行においては、作品は高い評価を受けたものの、後先を見ない買い物のために、懐具合は旅行前よりさらに悪化してしまった。この時期を境として、ウェインの人気にも陰りが見え始めた。それと不合わせるようにして、精神的にも不安定さが増していった。周囲の人々から、チャーミングだがちょっと変わった人と評価されることが多かった。 ウェインだが、次第に現実とファンタジーの見分けがつかなくなっていった。話振りも舌がもつれて何を言っているのか理解できないことが増えていた。そして、ウェインの行動や言動は、決定的に変わってしまい、妹の一人と同じように精神病を発病してしまう。ウェインは、妄想に苦しみ、優しい兄であった。彼が疑い深く、敵意に満ちた性格へと変貌してしまった。 ウェインは映画のスクリーンのちらつきが脳から電気を奪ってしまうなどと主張するようになった。夜には通りをさまよい歩き、家具の配置を何度も変更し、部屋にこもっては尻滅裂な文章を書き連ねた。1924年になり彼の言動そして暴力に耐えきれなくなった姉妹によって、ウェインはスプリングフィールド精神病院の貧困者用病棟に収容された。 一年後ウェインが病院に隔離されていることが知られるようになると、ハーバート・ジョージ・ウェルズなどの単案と当時の首相の介入により、彼の治療環境は改善されるようになった。ウェインは王立ベズレム病院へと移され、続いて1930年には北ロンドンハートフォードシャーのナプスバリー病院へと転院された。この病院には患者たちのために心地よい庭が用意されており、 そこには数匹の猫が飼育されていた。ウェインは死去するまでの9年間をこの施設で過ごし、本来の穏やかな性格を少しずつ取り戻していった。気が向けば以前のように猫の絵に取り掛かったが、その作品は原色を多用した色使い、花を模した抽象的な幾何学模様などで構成されている。精神病理学の教科書においては、 ウェインの一連の絵画作品の表現の変遷が彼の精神症状の悪化を示している事例として広く取り上げられている。だがウェインは作品に制作日を入れなかったので各作品がこれらの教科書で紹介されるような順序で制作されたかどうかは実際にはわかっていない。ウェインの伝記、ルイス・ワイン、ザ・マン・フー、ドリュー・キャッツの著者ロード・ニー・デールはこれらの絵画が ウェインの精神状態の悪化を示しているという説についてウェインは様々な描画のパターン、様々な猫の描写を試みており、亡くなる寸前まで監修的なスタイルでの猫の絵画も制作し続けていた。それらは猫よりも抽象的パターンに近づいた後期の作品よりも10年以上も後の作品であると批判している。一方2012年、 ケビンマンエイ・ケレン博士は、ウェインの初期の物語作品、例えば、ルイス・ワイン・キトゥンブックなどには、すでに精神病的な兆候が現れているという説を提唱している。この分析は、正常王と狂気の間の連続性に注目する、ルネジラールの未免史的精神病論に基づいている。2012年12月、デビッド・オフリン博士は、 別レム王立病院文書博物館におけるカレードスコピックキャッツ展のギャラリー公演で、この順序は作品を制作したルイス・ウェインとこれを一連の順序に並べた精神分析員のウォルター・マクレーという二人の人物によって作られたものだという見解を示している。オフリンによれば、マクレーは1930年代に芸術活動とメスカリンによって引き起こされる。 精神症状との関連性について実験を行っており、ウェインの諸作品の時系列的変遷は、先の実験から導いた統合失調症の患者からは、創造的才能が失われるという主張の証拠だと考えていたという。だが、いわゆるアウトサイダーアートは、こうした説が誤りであることを示している。オフリンは、ウェインの後期作品には、作品水準の劣化どころか、 より高度な実験性と多彩な色使いが見出せるという。彼は1960年代以後、ウェインの諸作品には制作日付がなく、先の制作順序も特定の意図に沿って作られたものだったことが判明しつつあるにもかかわらず、精神病的悪化という架空の出来事についての表彰は驚くほど根強く、この一連の作品は、 精神病院のアートにおけるモナゲザーになったという。H.G. ウェルズはウェインについて、彼は自身の猫を作り上げた。猫のスタイル、社会、世界そのものを創造した。ルイス・ウェインが描く猫とは違うイギリスの猫は、自らを恥じて叱るべきであると記している。ルイス・ウェインが精神病院の入院期に手掛けた様々な描画様式。それぞれが制作された時系列は全く。 判明していない。その中には過渡期のものもあれば、初期または完成期のものもあると思われる。ホワットシゾドーズ・ザ <noise> ・ハックスリー・インスティチュート・フォー バイオソーシャルリサーチハット http コロンスラッシュスラッシュ,ュ www.minthacks.com スラッシュブログスラッシュ20077スラッシュレーキュースラッシュザフォルスプログレーション html サイテーションリファリングツーデール sbiography online, http://nietzschirrtmimetism.com slash l-ouis-wa-in slash abcde http://www.ceer ebromente.org.br slash gallery slash call. レオナルド フィグ 1AHTM ありがとうございます。